はい、皆さんこんにちは。 JKMA 太極拳クラブ優勝インストラクターの国里と正ちゃんです。はい、今回はまだこのチャンネル立ち上げてから1年も経ってないので、もうすぐ1年になるのかな。はい、 でもまあちょっと動画を真面目に上げ始めたのちょっと半年前ぐらいからなんで、基本的な水手のやり方とかも全然まだ上げてないので、今日は基本の水手をちょっとやってみたいと思います。まずグーにして距離を、はい、そしたら右足前でだいたい足を動かす。はい、で手首を合わせて、よくなんか指先とか合わせてこうやってやってる主婦の方とかいるんですけど、もう不安定極まりないんですよね。だから必ず手首よりもちょっと根元の方、片方の方が手を横に、はい、この時ちょっと今まだねちょっとぶつかってる力が強いんですね、まどちゃんの。はい、でちょうど張り付くか張り付かないかぐらい、はい、そしたらここで手でグーッと押していくんじゃなくて、このまま基本的にまず最初は体の形変えずにゆっくり後ろ足で押し出して、でそれに対して骨盤がちょっとだけ内側に回っていきます。で腕、肘が少し伸びて前に行っていくんですけど、ピーンってこの肘を張らないように少し曲げておきますね。何でか分かりますよね。分からない、押してください。はい、後ろ足で押して骨盤ちょっと回しながら押して、で腕ギューッと伸ばして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 、ピーンって伸ばしてください。伸ばしちゃうと当然もう常に相手の腕を折ってやろう、隙があったら折ってやろう、折ってやろうとしてますから、だから太極拳の肘って必ず曲がってるんですよね。うん、で体の中心に向かって押す。はい、で、ひっくり返して、入れ替えていきますね。これも常にですね、相手の中心線を捉えて押していけるように、そして捉えられないように上の時も。こういうふうに内側を取られないように、取られないようにご自身の中心の軸からこう攻撃がこう逸れていくように、逸れていくように練習していきます。でこれが終わったら今度は8の字、上から下。これ外れたらさっきみたいにね、ここは抜けたらかなり打たれちゃうんで、はい、さっきは関節を折るように折るように狙ってるって話しましたけど、それよりもやっぱまず打撃狙ってますから。で言ったら今ものすごい肘が尖ってきてるんですけど、太極拳ってもっと手のここで、押さえたらここからこう上げて、ここからこれも狙ってるんですよ。だから
ターン。下、ここ。下にグーッと押してきたら、ほら、上げていく。こういう力も加わって、そう。そんなにこう、鋭意にこうやらないですね。うん。あの、うん。一応これ、上がりすぎたら、こっちにも返されちゃうので、はいはい。今みたいな、こう、肩を、肩で当たっていこうとしたりとか、そういったことも注意しながら、パンチも注意しながら、で、相手に気持ちよく押させて、隙をいろいろ狙っていくように練習します。はい、今日やった基本の3つの手の形、これを右側今やったんですけど、左手でもやって感覚を高めていくようにするといいと思います。